はあの LA メイクっていうメイクを教えたいと思います。まあ基本的にアメリカのメイクを教えたいと思います。ベースメイクをやりたいと思います。はい、まずはあのプライマーをつけたいと思います。すごいでしょ、なんかキラキラする。はい、次はあのファンデーションをつけたいと思います。こちらのファンデーションとこちらのファンデーションですね。これはあのそのマックスタジオのもの。はい、こちらのビューティーブレンダーを使って塗りたいと思います。はい、これで大丈夫。次はこちらのコンシーラーを使ってハイライトで使いたいと思います。結構ねアメリカとかのメイクはこういうハイライトとか結構使うんでね、だから使いたいと思います。あとねアメリカの方のメイクはこういうなんていうこれなんていう目のだるまじゃなくてなんていうんだっけこれこっちのなんか隠すようにしてるの。日本ってさなんか逆にあ涙袋をできるようにしてるじゃない。アメリカとかはそういうのを隠すの。だから隠しましょう。今日はねアメリカメイクだから。はい、つけすぎやね。で、私は基本的にこっちもつけてます、ね、こういう感じどうですか。はい、またこちらのビューティーブレンダーで溶かします。ハイライトが終了いたしました。こちら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 をつけましょう。はい、次はこちらのメイベリンのスティックルを使ってシェーディングをしたいと思います。こちらですね。アメリカのメイクはこういうシェーディングとかは大事です。結構みんなねこういうのやるの。はい、またこっちですね。口がこっちちょっとアヒルって感じになるからこうつけるとな。はい、またビューティーブレンダーで溶かします。はい、こんな感じかな。はい、次はこちら眉毛をやりたいと思います。アメリカの眉毛が結構ね綺麗に描いてるんですよ。こっからやってこういう感じで描く。あ、やば。これね
やってバランスを整える。こういうブラシで流します。こう下から上の方がいいと思います。下から上でこんな感じ、下から上、次はアイシャドウを教えたいと思います。はい、アイシャドウをやる前にまたこれをプライマーをつけてからやりたいと思います。はい、またこちらのダイソーのアイシャドウを使いたいと思います。イエーイ。はい、まずこちらの外側からいきたいと思います。はい、アイシャドウをつけるときに黒いから始まるんじゃなくて、もうちょっとライトな感じから始まった方がいいと思います。だからこちらのを使いたいと思います。はい、次はこの黒い方を使いたい。次はこの白い方をそのアイホールの方につけたいと思います。こちら外側の方はちょっとこういう風に流さないとダメです。だから何回か何回もこういう風にやって完璧になるまで諦めないことが大事だと思います。なんかアイシャドウやってる時にちょっとねアイシャドウポロポロ下に落ちると思うんで、本当はねここにパウダーつこうなんていうかパウダーをつけて最後にこういう風に流せるから心配ないと思います。はい、次はこちら眉毛の方もちょっとハイライトをつけたいと思います。次はこちら下の方もちょっとね茶色色のアイシャドウをつけたいと思います。こちらゾンビっていうパレットがあるんですけど、 BH コスメティクスで買えます。こちらねネットとかで買えると思うんで、後でリンク下の方に書きますのでよかったら見てください。結構ねこれも子供にやられてマジやばいことになってるから、はい、こちらの色を使いたいと思います。すごくいい色です。こちらですね、全部塗らなくていいの、ここら辺だけを塗れば大丈夫です。あんまこう前を塗っちゃうとちょっとそこはハイライトを後でつけるから変な色になっちゃう。だからここだけね。で次はだからここのハイライトをつけたいと思います。こちらのハイライトはこの100円ショップのこれを使いたいと思います。次はアイライナーをやりたいと思います。はい、
じゃあこちらですね、つけまつげをつけたいと思います。こちらの糊を使います。はい、こちらですね。ちょっとなんか糊が白くなってるとこあれば、先ほど使ってたアイライナーを上につければ大丈夫です。じゃあちょっと直しますね。はい、こういう風にね、はい、できました。どうですか、目の方はね、こんな感じになります。次はマスカラをつけたいと思います。マスカラつけたらこういう風に押さえばつけまつげと合体してすごくいい感じになると思います。はい、次は下の方もつけたいと思います。はい、こちらのリップを入れたいと思います。こちらのマックを使いたいと思います。最初ね、リップとかをつける前にこういうのをつけた方がいいと思います。はい、唇にね、ちょっと保湿を、まずはこのペンシルを使いたいと思います。次はこちらのリップを使ってみたいと思います。本当にすごくいい色です。ただね、今ね、私のカメラも変な感じだから、次はブラシをやりたいと思います。100円ショップのこちらのブラシを使いたいと思います。こちらはね、100円ショップで買ったの、こうエルファーのラスベリーっていうチックです。チックはね、アメリカのチックはね、あんま丸くじゃなくてシャープな感じでやります。こんな感じかな、こう、はい、こういう風に、日本人とかはさ、結構こういう風にこういう風にやるじゃない、こんな感じね。 OK、 はい、次はハイライトをやりたいと思います。こちら先ほどのゾンビのパレットのこちらのハイライターを使いたいと思います。こちらですね。鼻の方はこう手先だけ、手先だけで、こちら LA メイクを教えました。はい、また私のチャンネルに登録してLikeしてください。チャオ。